えー、北朝鮮の核の問題になりますとね私テレビなんかでもう非常にこの話題はですね今はもう少し、えー、沈静化してますがかつてもう北朝鮮の核の問題いくらでも言,、うん、言ったことあるあの話題に出るんですね。でその時私がそこにいるのが嫌なのはですねもう露骨にですねコメンテーターとか評論家が もうあのダブルスタンダードトリプルスタンダードだから嫌なんですね。あの大体日本のですね論者っていうのはですねアメリカの核はいいって言うんですよ。<laughs> まあしょうがないっていうのが一つとそれからアメリカだからいいっていうのとアメリカって原爆を日本に落としたんですからね。僕広島の広島市の委員やってる時ですね 広島市はなんでアメリカ人を宿泊させるんですかって質問したんですけど誰も答えしなかったですね。まあその過去の歴史を忘れて前進するっていう日本人のいいところはあるんですけども、アメリカの核について日本人がどう考えるべきかどう考えているのかっていうことは非常にはっきりしないんですね。でところが北朝鮮の核っていうとですねものすごくみんな悪口言うんですよ。 なんで北朝鮮なんか核,核実験をするんだ、えー、っていうもんですからある時私がですねアメリカの核実験の数は1,054回だったかなちょっと今数字がはっきりします大体1,000回北朝鮮がその時6回だったんですかね6回なんでアメリあの北朝鮮が悪くてアメリカがいいんですかとこう言ったんですよテレビでしたこれは誰もまた黙ってるんですよなんでお前そんなこと言うな アメリカ人の方が北朝鮮の人よりかずっと優れてるじゃないか。人種差別は武田は人種差別できないのかと。まあこういう感じなんですね。もう一つは強い国に巻かれるっていうのは大切なことなんだぞとああ。朝鮮の時代主義って知ってんのかと。強いものに巻かれるのがアジア人のいいところなんだと。まあこういうことなんでしょうね結局は。僕はそれが嫌なんですよ。 で、今度、中国の核ってことになるとですね、いいも悪いも言わないんですね。で、簡単に言ったら、大体雰囲気的にはですね、えー、核兵器は良くないって言うんですよ。持つべきではない。しかし、アメリカの核兵器はアメリカ人が立派だからいい中国人の核、中国の核兵器は嫌だけれども仕方がない。北朝鮮は弱いから。 核は許さないっまあ、こういう感じなんですね。まあ、私がこの前、虎ノ門ニュースで言ったように、コピペの問題、コピペってのは非常にいいんですよ。人間、人類共通の知恵をできるだけ広く生かすというわけですから、コピペってのは立派な行為なんですが、コピペのことを悪口言うわけですよ。それから、論文はしっかりしなきゃいけないって言うんですよ。で、スタップ事件の時に小保方さんがですね、まあ、あの、しっかり論証できなかった。 残念は残念なんですがもう日本人中が寄ってたかって特に学者の連中がですね寄ってたかってネイチャーに出す論文が嘘でどうするんだそんなことはありえないよってもうみんなで言ったんですよ再現性実験ができないじゃないかとかもわんわんやったんですよその時私が <laughs> ネイチャーの実験なんか間違い多いですよなんつったけど相手にされないところが去年本庄タスク先生がノーベル 医学生理学賞をもらった後ですね、えー、ネイチャーに出る論文の9割は間違ってるっておっしゃったんですよ。その通りなんですね。新しい研究ですから、それこそ群毛、像を撫でるみたいになっちゃって、ある人はこれは鼻だと言うし、ある人は太い足だと言うし、大きな図体だって言うんですよ。最初の研究というのはそういうもんなんですね。私なんかもそれでもう苦しんで苦しんできたんですよ。だから、 最初の頃論文出すとですねやっぱり後から考えてあ少しあそこ間違ってたなっていうところがあるんですよ。まあ、再現性がない時もありましたねだけど絶対に1回はできたっていう確信が自分にはあるけど何かが満足しないで再現性が取れないんですねそういうこともありましただからその新しい研究がですねかなりの量を間違ってるっていうことは確かなんですよあの時に 私はねかなり偉い学者っていうか実績のある学者はですね私にスタップ論文の背中ですよまあ5割は間違ってるからねって私に言ったんですけどもその学者も声を大きくしては言いませんでした無理なんですよねああいったその悪徳科学者とこうそれから新聞とか NHK が寄ってたかってかかってきますからね我々まあよっぽどなんか頑張る人じゃないとまあ僕なんかよっぽど頑張るんですけどよっぽど頑張る人じゃないとですね 面倒くさいし疲れるしところがねあの当時スタッフ論文でおばかさんを叩きにたたいた人たちは本庄佑先生が、えー「ネイチャーの論文の9割を間違ってる」って言ったって黙ってるんですよなんだそんなことはって言わないんですちょうど北朝鮮の核実験はクソみそに言ってそれでアメリカの核実験は許すっていうそういうね 若い女の科学者だったらいじめてもいいけどそのノーベル賞受賞者はいじめらんないよって言うんですよ。まあ何て言うんでしょうかねもうちょっとここのところは日本人は、まあ、武士の魂というかですねむしろ日本人は昔はそうじゃなかったんですよ「半岸美意気」っつってですね、えー、権力を握った源頼朝よ,よりか。 えー、そこから追い飛ばされて殺された源義経の方をひいするっていうのが日本人のいいとこあったんですけどね残念ですね、まあ、とにかく、まあ、そういうことになってるところがねその北朝鮮の核は悪いけども、まあ、こ,のこの理屈はあのあれですね昔共産党社会党が使った理屈ですよアメリカの核は汚いがソ連の核は綺麗だって言ったんですよ本当に言ったんですよ真面目な顔して <laughs>。 まあそういうのを思い出しますがもっとひどいのはですね最近日本が核武装するかっていう話になるんですねそうしますとねいわゆるかなり高級な論客はですねアメリカの核は何にも言わない北朝鮮の核は口を極めて批判する日本の核武装はやった方がいいって言うんですよええそれでね僕に対してどういう顔をするかって言うとですね あなたはね大人になれって顔するんです大人というものはそういうもんだ私は全く違うと思います国の発展というのはですね私の考えですよ私の考えは国の発展というのは正直であることなんですよこれはね日本がなぜ発展したか日本はなぜ猛攻も追い飛ばしソ連ロシアにも勝ち経済発展も世界一になり、えー、社会の安全も世界一かっていうとですねとりもなおさず日本人が 誠実で真面目で礼儀正しかったからなんですよ。私はそう思うんですよ。嘘つく国家はですね、やっぱり発展しません。やっぱりそれが人間というもんだと私は思いますね。ですから現在のそのテレビとかそのまあ朝日新聞なんかもトリプルスタンダードどころじゃなくて、もう創作物になっちゃってますからね。自分で三号削ってそれを写真に撮り一面のトップン出して。 がこんんなに慰安婦だってそうですねまあ絶対に怪しいと思われるある人の本を取り上げてそれをもう社運をかけてガンガン放送し日韓関係がこじれにこじれてそしてその後記事は間違ってましたっていうわけですからね <laughs> まあ極悪人かもしれませんねもしかすると法律がちょっと違えば。僕はやっぱり 嘘嘘ををつくっててことは割ととは重たい罪だと思うんですよ特にに公共に対して嘘をつくまあ自分とか自分の周りはいいしねそれからまあ嘘も方便ですからまあ人間付き合いでなかなか辛い時もありますからね泣くほど愚痴っていうのもあるし、まあ、そういうのは許されるけど朝日新聞とかテレビに出るねまあみんなに尊敬されてる論客とか <laughs>、まあ、そういうのはねやっぱり正直なゃあしけない。 正直な国をやっぱり子どもたちに引き継がなきゃいけない私はそう思いますねそれが日本人のプライドですよはい。